皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。今日作っていくのはお菓子で、シュー生地を作っていこうと思います。 YouTube で調べるとシュー生地のコツっていくらでもね今出てくると思うんですけども、なんで膨らむのか、どうしたら膨らまないのかっていうことまで突き詰めて説明してる人ってやっぱり少ないので、そこはね私が詳しく、説明していきたいと思います。理論的にシュー生地を理解できる動画になっているのでね、興味ある方はぜひ最後までご覧ください。それでは作っていきます。はい、それでは本日の材料はこちらを使っていきます。シュー生地ってとってもシンプルで、材料見ていただくと本当にスーパーで揃うし、金額もそんなに高くないので生地だけやったらすごい作りやすいんですね。で、ケーキ作り、どのケーキにも共通しているのが、下準備がきちっとしてないと、やるべきタイミングのところでその動作ができないとやっぱり失敗するので、まずは下準備からしていきます。まずは卵をね割っときます。で、シュー生地に使う卵は必ず常温の状態で使っていきましょう。むしろ殻とかが生えないようにねこして使うとなお良しですね。あとは薄力粉もねすぐ使えるようにふるっておきましょう。ダマになるのも防止できるし、あとは空気を含ませることで混ざりやすくもなるんですよね。まずはお水入れて、味の引き締めにお塩、あとバターです。バターは無塩のものを使いましょう。これで沸騰するまでね火にかけていきます。これなんでお水だけじゃなくてバターも入れるかっていうと、バターが入るとこの後小麦粉が入った時に、その小麦のつながりをバターの油が邪魔してくれるんですね。やっぱり小麦ってパンとかうどんとかができるものなので、小麦同士のくっつく力ってものすごい強いです。小麦同士ガチッとくっついちゃうと膨らみにくくなっちゃうんですよね。その間にね油が入ることで、より柔らかくて膨らみやすい状態にするっていうのがね理想的なので、お水とバターを一緒に沸騰させます。中心の部分もグツグツするまでまだまだやります。この温度が低いと小麦粉にね火が入らなくて失敗します。はい、ではこの状態になったら小麦粉全部入れます。ザバッと素早く混ぜます。ここで素早く混ぜると小麦に火が入って固化っていう現象を起こすんですよね。たっぷり水分を含んでペースト状になります。これシュー生地なんで膨らむかっていうと、この小麦の吸った水分とか卵の水分がオーブンで加熱されて、それが水蒸気になっていく工程で膨らんできます。で、水が水蒸気になると大体ね1700倍に体積が増えるって言われてるので、ぷくっとねその水の力で膨らむんですよね。で、なんで沸騰したところに一気に小麦を入れるかっていうと、この固化した状態が一番水分を含めるからなんですね。で、この状態になったらまたさらに加熱します。加熱が足りなくて固化が済んでないとこの後入れる卵を含めないんですよね。すりつけながら全体加熱していきます。小麦粉を固化させることで生地に弾力が出てくるんですね。弾力が出てくるとそれがゴム風船みたいにぷくっと膨らむような働きをしてくれます。で、この加熱の目安は鍋の底に薄い生地の膜が張るぐらいまでです。ちなみにこれ加熱すぎるとバターが高温になりすぎて油分だけ分離するので、やりすぎも注意。だいたい時間にして中火で1分半から2分ぐらいですね。ちなみに底の部分が少しね生地くっついてるの分かります？薄い膜張ってるの。ここまでくれば OK。 で、これ生地ボウルに開けます。そしたらこの生地の中に卵を入れていきます。入れ方は少しずつです。一気に入れると分離します。で、混ぜます。で、なんで卵を常温にしてくださいねって言ったかっていうと、この固化したでんぷんって冷えると硬くなるんですよ。ご飯も冷めると硬くなりますよね。それと同じ現象が起きてしまうとオーブンで焼いた時に膨らみにくくなっちゃうんですね。だから卵は常温。
この卵を混ぜるまでの作業で時間かかってしまうと、やっぱりその時間でね、冷めてしまって固くなって膨らまなくなるってこともあるので、材料は前もって用意しといて素早くね作業ができるようにっていうような下準備がケーキは大事だったりします。卵の卵黄には乳化作用っていうね作用があって、水と油をくっつけてくれます。さっき使ったバターとか小麦粉が吸った水分とかを結びつけてくれるんですね。よりしなやかな伸びる生地になります。焼いた時に卵が入ることでね。それだけじゃなくて、卵って焼くと固まりますよね。生地が焼かれて膨らんで、ある程度火が入ってくると外側の部分が卵のタンパク質、加熱によって固まります。そうすると焼いた後でもしぼまずに形をキープしてくれるんですよ。これ卵じゃないとダメなんですね。だからその全ての材料のバランスを考えられて、このシュー生地って成り立ってるので、どれか1個でもちょっとカロリー気になるから少なくしようかなとか、バター少なくしようかなってなると絶対失敗するのでね。だからそう考えると、お菓子ってとっても奥が深くて科学の分野なので、なんでこれが必要なのか、どうしてこの作業が必要なのかっていうのを理解しながらやると、やっぱり全然違います、仕上がりが。で、この卵でね緩めてって膨らむようにしていくんですけども、最後のこの見極めが大事になります。見極め方は、生地なるべく全部すくって、これを縦にして落とします。そうした時にここが三角形になって落っこちるのが理想です。これだとまだビチビチとちぎれちゃうね、ちょっと固め、もうちょっと卵を加えて柔らかくしていきます。最初のバターと水をね沸騰させてる時間とかによっても水分の量ってね減ってったりしますし、コカをどれだけきちんとさせられたかによってね、この含める水分って違ってくるので、毎回同じ分量っていうわけにはいかないのがこのシュー生地だったりします。こんな感じ、三角形、この長さ、この長さ、この長さがイコールだといいですね。で、生地絞り方は、ちょっと1センチぐらい持ち上げたところから、ぷくっと。絞り袋は動かさずに、チューっと出していって、だいたい直径5センチになるまで、絞っていきます。こんな感じですね。余ったやつは少ないやつにプスッと刺して中途注入ね。これで OK。 で、最後ね水つけたエビとかで形整えて、表面ハケでお水塗っていきましょう。これがあると卵が固まるスピードが遅くなるんですよ。膨らみきらないうちに卵が火が入って固まっちゃうと、膨らみたくても膨らめないんですね。だからこれでちょっとね柔らかくしといて膨らみやすくします。ではこちらできたので焼いていきます。焼いていきます。それでは焼いていきます。いってらっしゃい。最初は高温で一気にこの生地の水分を水蒸気にしてブワッと膨らませます。膨らんだ後すぐ加熱やめちゃうとシュッとしぼみます。しばらく加熱を続けて、表面の卵とか小麦粉とかを焼いて固めることで形をキープするのでね、そこのまま焼いていきます。はい、それで焼き上がりました。おお、ボリューム出てるね。いい感じです。はい、それではこんな感じに焼き上がりました。すごい。いい香り。一個一個も結構ね、ボリュームがあって、ふっくら仕上がってますね。
ちなみにシューってキャベツって意味があるんですよ。これキャベツっぽいから。はい、それでは今回こちらのシュークリーム作っていきました。ポイントはシュー生地のところをね解説したんですけれども、クリームはクレームシャンティのホイップクリームです。早速ね味見してみたいと思います。でもこういう風に上切ってねクリームチラ見せさせるとやっぱり可愛い感じになるのでね、おすすめのクリームの入れ方です。いただきます。うん、クリームの量がすごい。シュー生地がサクサクで、シュー生地の風味とクリームの風味がマッチしててすごいうまいです、これ。うん、うまっ。やっぱりこのシュー生地ってポイントポイントを押さえてないと膨らまなかったり失敗しやすい生地なんですよね。で、そのポイント一つ一つ分かってても、なんでそれが必要なのかって原理を知ると、やっぱり作ってても同じ工程やってても違ってくるので、今回はこんだけ膨らんでね、こんだけクリームもたっぷり入るようにできたので成功ではないかなと思います。もしよかったらね、皆さんも作ってみてください。材料もとってもシンプルで作りやすいのでね。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。勉強になったよとか作ってみたいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。他の動画でもパンとかお菓子の解説をしているので、ぜひそちらも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。失礼します。